はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、シーズンが今日切り替わりまして、もうちょっとで一応あと1勝で SS かな、いけるぐらいなんですが、今日はリーグバトルは後でもしかしたらするかな、もしかしたらなんですけど、いやでも今日はあれかな、シングルガチャで、出たキャラクターで、バトルしてみたいなと思います。まあちょっと定期的に訪れるこの企画ですね。はい、で今これ出てんのが白馬だからこっち行こうかな。はい、黒ひげもいいんだけどやっぱり白馬引きたいので、あーそっかー、これそうなんだよね、ピックアップも来てんだけど、でもやっぱり白馬がもし来たら嬉しいなっていうこの願いも込めまして、こちらでいきます。で今回のルールなんですけど、一応2試合やります。2試合やって、1回引くを2回引いて、で出た2体で、さらにもう1試合も改めて2回引いて、出たキャラクターで挑みたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあまず1戦目のキャラクターいきましょう。じゃあいくぞ、ほい、頼むぞ、おい、来てくれよ、い、お、いいんじゃない。あー、まあまあまあ、そんな簡単にっていうかね、まあそんな星4がポンポン出てくるわけはないと思ってるから、まあ星3のキャラクターでなんかいいの来てくれたらいいかなっていう感じだけど、さあどうでしょう。そうだね、これは爆死ですね。はい、というわけで、さあアタッカー、あー、ロビンちゃんね、 OK、 なんか結構見るよねこのロビンちゃん。というわけで、じゃあ次、2体目のキャラクターいきましょう。ロビンちゃんなんか一回使ったことあるな。仲間いる、宝箱はもちろんない、旗色が黒です。はい、ダメですね。さあいきます。お、金、惜しい惜しいな。さあディフェンダー、さあ誰でしょう。が出た、ジャンゴ。じゃあ1回目は、ニコロビンとジャンゴ、じゃあこのままいきましょう。はい、ニコロビン、ジャンゴ、そして2試合目はさあ仲間は常に、なんか今日のルフィはかなり仲間がいるが他がちょっと厳しい。あ、でも27、あ、まあでも金文字じゃないとダメなんで、これも厳しいかな。はい、赤文字ですね。さあヒグマさん来た、ヒグマさんが来られたぞ、みんな。では最後、さあ2試合目のラストです。お、人望ある、宝箱、さあどうでしょう、旗の色次第では可能性、お、ある、どうだ、あー、これ赤文字だったら星4ありますが、さあどうでござろうか。さあ赤文字来い、あー白文字、まあそんな簡単には出てこんと。さあディフェンダー、そう、ドールド、これもう一回いきます、これはもう一回いきます。同じキャラ出たら基本的にもう一回いきますんで、よろしくお願いします。はい、ということでもう一回いきましょう。さあヒグマ様の三足王、ヒグマ様の相方は誰でしょうか。いいよ、仲間は結構いっぱいいるんじゃない、いっぱいいる。まあ、黒旗、シャボ、星4で来たー、よし、行くか、星4来たよ、来たよ、え、なにこれ、なにこれ、怖い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 、え、はい、ディフェンダー、誰、あ、ごめんなさい、あー、金エモンか、まあでも星4来ましたね。まあ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 、でも金山はもう200ゲットということでありがとうございます。まあ、そんな白馬とかは求めないんでね。よし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 、ということで、1戦目が、ロビン、ジャンゴ、そして2戦目は、山賊王ヒグマ様と、金山ということで、じゃあ行きましょう。それでは我らがジャンゴ様で最初行きましょう。前1回ちょっとジャンゴ使った気がするんだけど、やっぱりジャンゴ好きすぎてさ、ちょっと行きたいので、いやジャンゴ超フェスで来ねえかな、フェス限でいいから来てくんないかな、ジャンゴ。でも可能性なきにしもあるんだよね、今後ね。なんかジャンゴの能力っていうかさ、なんか強いって言われてるじゃん。なんかそういう、なんか面白、こうなんかすごい、結構、実はすごいんじゃないかみたいな。ちっちゃジャンゴ、ジャンゴちっちゃ、ちょっと戦いに行っていいか。あ、ちなみにこれもちろんですけど CPU 戦ですね。リーグ戦なんてやったら悲惨、とんでもないことになってしまうので。おい、何やってんだ、ハルメッポ、なあ、抜かれたか、抜きざまに、ちょ、な、あ、あ、すいません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 でした、すいません、すいません、無視されたんだけど、今、ヘルメッポに、ちょっと、え、痛い、やばいやばいやばい、それ、これ、倒せ、声が、ジャンゴの声が聞きたいな、ジャンゴの声が聞きたい、ちょ、待って、敵多すぎん、ちょ、待って、敵多すぎ、敵多すぎ、とりあえず、1、2、3、マルシップ、あ、やばい、倒れたい、オッケーオッケー、倒れといて、いや、スキル回復なさすぎだな、これ。はい、よっ
した。ね、痛い、今当たったの。いやすいません、ジャンゴさん。ジャンゴさん、俺、ジャンゴさんのこと使いこなせねえかもしれねえ。いけ、ロビンちゃん。任せろ。ロビンちゃんがやってくれる。いやなんだ、ヘルメッポ、何やってんだ、お前。ヘルメッポ、待て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 、ストップ、ストップ、ストップ、やめろ、くそー、抜かれる、危ねえ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 、よしよしよし、ナイスナイス、ナイス、ナイス、ヘルメッポ、ほら、よし、いいぞ、ロビンちゃん、アタッカーだからな、ちょ、コンピューターに任せていいかな、いや、倒しとけ、これ倒しとけ、倒しといて、KO して、よし、ヘルメッポ、攻めるぞ、真ん中行く、いや、こっちだ、いや、ちょ、待て待て、抜こう、抜こう、まず抜こう、まず抜いてからだ、まず抜いて、いや、でも僕は多分戦った方がいいのかな、来てる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 ね。危ない、いやこれそういうの無敵スキルじゃないんだよね、やばい、感覚的になんか無敵スキルみたいなイメージが、と誰が誰、誰が誰、わかんねえ、誰がわからない、ドスプルール、よしいいぞ、どれがどれかわかんねえ、あーみんな敵だ、みんな敵だって、あ助けて、ほい、あばばばばば、ちょっと待って、3人みんな来るのはダメだって、それは良くないと思います、いやジャンゴ、ジャンゴ様、ジャンゴ様お願いします、いややばい、どんどん抜かれてる、どんどん抜かれてる、え、こんな時こそ、こんな時こそジャンゴ様の催眠術よ、どうする、ちょ走って任せるわ、で抜いてくれてる、じゃあど真ん中行こう、ど真ん中、あー待って待って、みんないる、みんな、みんな、うわそこへ、いけいけいけ、よーし当たったー、強いぞジャンゴ様、そしてジャンゴ勝ったー、倒したい、なんとか倒したい、でもこれ上がってんだよね、攻撃力、あ防御力か、どれが上がってんだ、ニコロビ抜いて、抜いて、ほい、よし OK、 きた、いけ、倒しきれ、よし KO、 いいぞ、抜け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 、まだわからん、まだわからん、まだある、全然まだまだあるぞ、逆転できるぞ、よし 4-1 で、どれ守る、どこ守る、どこ守る、どこ、え別にあれ B はいい、 B はいい、 B 無視して、で血肉ゲット OK、 血肉ゲットし、どこだ、どこ守る、この3つか、大丈夫大丈夫大丈夫、守れる守れる守れる、よし、そして最後は、最後は催眠術です、ほれ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 、あぶー勝ったぜ、ちょ、あのジャンゴさんずっとずっと倒れてましたか、三角丸四角いいね、三角丸四角か、いい名前じゃないか、やばい、これは次星4ですよ、次、あ最下位ですねでは次はあれか、ヒグマ様と金山行きましょう、さあそれでは気分を変えてというか、気分を変えてじゃないんだけど、あの周り星4ですけど、私はヒグマを使います、ヒグマを貫け、ヒグマで生き残るんだ、3分間耐久するぞヒグマで、あれ全員星4ですね、周り、あれちょっと待ってください、あー大きい、かわいいな、かわいいよ、大きくよ、かわいいよ、よし行くぞ、どっち行こう、まあまあまあこれは別にコンピューターだから気にすることないよね、そんな気を使わずともいいでしょう、俺は戦いに行く、さあ勝負だ、戦闘バレ、俺のスキルを食らいな、ほら214、どうでしょう、どうでしょうか、ちょっとヒグマと金山似てね、危ない、守れ、あーよしよしよし、ヒグマの覇気に、ヒグマの覇気にビビって、いや来た、来るな、やめろ、あ危ない危ない、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、頑張ってる頑張ってる頑張ってる、僕今多分邪魔した、やめろ、おいおいこっち来い、かかってこいよ、やばいやばい、やられちゃう、死んじゃう死んじゃう、とりあえずスキル、せめてドローンさせてくれ、仕方ない、もうヒグマさんは頑張った、じゃあ行こう金右衛門、これ真ん中行こう、真ん中、あいやでも上、いやー上、いやいやー上行く、いやーこっち行こう、ダメだ、いやーでもこれ今上だったな、チー肉、あれチー肉じゃないな、いやこれはこれ何やってる、おい何やってる、よし任せろ、金右衛門のこの攻撃結構強いからね、ちなみに使うのは初めてです、行くぞカウンターかかってこいや、よしよしよし、やばばばば、今当たってなかったカウンター、ダメ、そうで今ブースト中だったら、ほらカリア1,2,3 の尻尾、待って、どこにいる、どこにいる、あそこと、いや今ブースト中だから戦いたいんだけど、どこだ今んとこ、え上か下どっちだこれ、あいた、待って、
あ、違う、僕あ青だ。ちょっと待って、僕しまった、僕サンズだと思ってた。やべえ、ミスった、やばい、助けて。ほら、いいぞ、かかってこい、攻撃してこい。よーし、KO。 いいぞ、いいぞ、オッキー君大好きだけどすまねえ。勝負だ、おい、オッキー、かかってこい。とりあえず切る。しまったら完全に、あ、完全に私青が、あの敵だと思ってたわ。やばいやばいやばい、おつけ、サンズゴーいけ。これ今上が2人いって、いや上が今2人いってくれてるから、やばい、任せ任せろ、何やってんだ、やめろ、俺が防いでやる、やめるんだ。ああ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 あ、抜けば、抜けばいいぞ、抜けば勝利に貢献することができる。よし、抜いた、さすがサンズゴー、抜くことに関しては完璧でござる。さあ、ほら、勝負だ、あとは防ぐだけだ。おい、いった、おい、かかってこい。ほら、ビビってんのか、覇気だぞ、俺の覇気。もう誰も相手してくれないから帰っちゃうもん。これがヒグマの戦い方だよ、わかるかね。ありがとう、ブラインさん、スコアが、いや、そんなことはない、大丈夫だ、2位だ、スコアは2位です。トランさん、すいません。